ユンケル皇帝液は、1967年10月から、店頭販売になった、砂糖製薬から販売されている、栄養ドリンク剤であり、同社の商標でもある。通称は、ユンケル。ユンケルの由来はドイツ語のユンカーで、日本語に異訳すると、気候誌という意味である。皇帝は、漢方医学の外もされる、中国の伝説上の帝王である。当初のユンケルは、錠剤の薬であった。 1967年10月より、需要競争ドリンク、ユンケル工程液の発売を開始した。発売当初はアンプル型のガラス容器だったが、後に現在のスクリューキャップ型に変更される。2008年8月からは、ユンケルの箱入りドリンク材に添付していたストローを廃止した。なしは、指定薬部外品。 新ブランドアンバサダー松下奈緒さん出演のテレビ CM 第1弾ユンケルプレミアムシリーズ新テレビ CM スイッチ編放映開始佐藤製薬株式会社 https://www.sato-seiyaku.co.jp:/newsrelese/2020/20082422020 年9月3日閲覧。タモリウンケル CMYouTube ハット、ロッキンオン2011年5月号、デーブ・フロールついにニルバーナのすべてを語る。 ありがとうございます。